バイオハザードオペレーションラクーンシティはカプコンのサードパーソンシューティングゲーム及びホラーゲームである。開発はカプコンとスラントシックスゲームズ。バイオハザード2とバイオハザード3ラストエスケープの間に位置するイフストーリーのサードパーソンシューティングゲーム。ミサイルによる爆撃が行われようとしているラクーンシティを舞台にプレイヤーは基本的にアンブレラ側の視点から 街で起きたバイオハザードを体験していくこととなる。本作では、クリーチャー以外にも敵正兵士が多数登場し、激しい銃撃戦が展開される。発売時には、販売店舗別でウェポンパックのショップオリジナルダウンロードコンテンツのコードが配布された。なお、前述のように2と3の間に位置するが、それぞれと大きく異なる展開や結末が用意されており、 物語上では、パラレルワールドに相当する。本作では一人用のモードの他にも、協力プレイが可能な CO、オーパスモード、最大8人まで遊べるマルチプレイモード、さらには、今までのシリーズに登場したキャラクターで、プレイ可能な、ヒーローズモードがある。日本語吹き替えにも対応しており、条件を満たすことで使用できる武器のレパートリーも増える。通常移動よりも早く移動できる。 ダッシュや滑り込みなどのアクションもできるようになった上、ひるんでいない敵にも直接的に対実を仕掛けられるようになった。これらの要素は後に発売されたバイオハザード6に継承されている。アンブレラ社施設保安警察 USS の新規に再編成されたデルタチーム。隊員は全6名であり、アルファチームや バイオハザード0に登場した旧デルタチームと比べると小規模であるが、隊員個々の能力は非常に高い。バイオハザード3ラストエスケープに登場した非公開の米軍特殊部隊、スペックオプスの選抜隊。隊員は全6名。このゲームのアイデアは、ロストプラネットに開発時に出てきた。2010年11月1日、コタクワソカーム。 US Navy SEALS Confrontation の開発で知られるスラントシックスゲームズがこのゲームを開発していると噂されていると報じた。スラントシックスゲームズは自身のウェブサイトで未発表の驚くべき新しいプロジェクトを開発しており、そのプロジェクトは新しいパートナーとともに世界規模で展開する予定であると発表した。その後、 オフィシャル XBOX マガジン2011年5月号の表紙はアンブレラロゴとガスマスクが飾られた。ありがとうございます。